さあ華やかなハーフタイムパフォーマンスが終わりまして、審判団もヒーローに戻りつつあり、まもなく後半戦再開の時が近づいております。ともに、関西でも名門校と言われる単冠対立の対決となりましたこの一戦、双方ともに攻守卓越した攻防を展開しており、未だ無得点で均衡を保たれている状況になっております。このハーフタイムでその突破口を見出すことができたのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。まもなくその答え合わせとなる後半戦が行われます。後半戦に備えます。後半戦は関西学院高等部のキックオフで試合が始まる形になります。キックオフしますのは関西学院98番の祈りです。関大地区はリターナーに7番の対決しました。津田がリターナーに変えます。しました。10番も配置しました。これより後半戦です。反則の判定です。サイドラインに終わりました。キックオフのボールはサイドラインに割ってはいけません。この場合リターンチームはボールが出た位置から5ヤード前進した位置か、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、あるいは30ヤードペナルティで次に35ヤードの位置の攻撃を行います。5ヤード下がってもう一度キックをやり直します。神田一高は5ヤード下げて再度キックオフをさせることを選択しました。サイドラインに終わりましたので、これはキックオフのアウトオブバウンズの反則となります。関西大学第一高校は5ヤードを抜体させてキックオフのやり直しを選びました。さあ30ヤードに下がりましてのサイドのキックオフです。今度はゴールのキックを蹴りました。神田一高リターンに入る。非常にリターンがしにくい状況、しかし見事に中央突破を展開しまして、体をねじ込むように自陣35ヤード付近を超えた位置を確保し、ここから神田一高の攻撃に変わります。神田一高自陣36ヤードから関西学院高校キッカー98番祈り優吾のキックオフで後半戦開始。これを関西学院関西大学第一高校リターナー7番津田亮が23ヤードリターン。関西大学第一高校自陣36ヤードから後半最初の攻撃開始です。神田一高自陣36ヤードからファーストアウト。関西大学第一高校ランニングバック11番向井の11のワンプレー6ヤードのゲーム。キャリア11番は向井3年生です。関西地区セカンドダウン4、ボールオンは自陣42ヤード。関西大学第一高校セカンドダウン4、
今度はランプレー右オープン展開片一方ファッサー最高ランニングバックに11番デニーズ友近のランプレーをパーソナルを獲得体で押し込むような形で攻撃権更新です。片一方ファッサー見事に攻撃権更新果たしましょう。ランニングバック21番の大西でした。片一方ファッサー北高個人47ヤードから新たにパーソナル権さあ片一方攻撃権を奪取しましてボールオン自陣47ヤードからのファースト安定今度は関西学院ライスです。関西大学ライス高校関西地方の攻撃を今度は関西学院52番関西学院高校部ノーメインに変えました。52番林光太郎がタックルノーメインを抑えています。関西学院の52番林がここでプレーを披露しています。関西地方セカンドアウト神田一高セカンドダウン小山関西学院ナイスです。今度は21番に右オープン展開を図らせました。しかしこれを関西学院65番自らの体をねじ込むようにそしまして関西大学ラッシュ高校のランプレーでしたが関西学院高等部ディフェンスライン99番新谷豪太がタックル2ヤードのロスを奪っています。関西65番長井3年生です。関西大学第一高校サードダウンパースダウン獲得まで12ヤード関西地高ボールオン自陣45ヤードからサードアンテル関西大学第一高校敵陣28ヤードから新たに4回の攻撃開始です。さあ関西地方相手陣28ヤードからファーストアンテン成功パスインコンプリートここでクォーターバックプレーアクションからロングパスを投じました。しかしこれはレシーバーとのコミュニケーション合わずパス不成功となっています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。神田一高相手陣28ヤードからセカンドダウンテン関西大学第一高校セカンドダウントラブル発生スナップが発生関西大学大高校スナップしたボールが取れ攻撃をそのままでしたがダウンのプレーで8ヤード近くロスをしています。ダウン変わりまして関西地高サーランに変わります10ヤードのロス関西大学大高校サードダウン神田一高相手陣37ヤードからサーダウン19関西大学第一高校の攻撃ですがしかしその隙を突きまして関西学院6番がキュービサークパスを投じる前にしたためコースダウンに変えます。見事キュービサークしましたが関西学院6番の中2年生素晴らしい仕事をしました。コースダウン関西地高フォースダウンロンパントフォーメーションを組みます。
関西学院リターンに入った。ラッシュかわし次に23ヤードを確保しての攻撃で攻守交代となります。関西学院攻撃点取り返し、後半の反撃のシーンを揃えます。攻撃点は関西学院に変わります。関西学院ファーストダウン10、24ヤードから後半最初の攻撃です。ファーストダウン10。トス受け右を攻撃展開、相手のディフェンスを素早いスリーケアをしまして一気に独走、ハーフウェイ付近まで戻すビッグランキーを出して攻撃権更新です。関西学院ファーストダウン獲得です。関西学院高等部右47ヤードから新たにファーストダウン点。関西学院自陣47ヤードからのファーストダウン点。9番のところでパスを取ったと思いましたが、相手ディフェンスを判断しまして、スクランブル緊急発進のランプレーとしました。この判断後判断となりまして攻撃権更新です。関西学院ファースター14ヤードを見せファースターの更新です。9番の長澤3年生です。関西学院高等部敵陣38ヤードから新たにファースターの勝利、8ヤードからファースターアウト。今度はランニング21番に左を深く黒を突入させました。しかしこれは関西大学22番見事な対応をしまして1ヤードロスに変えています。関西大学第一高校ラインバッター22番三浦安治がタックル、1ヤードのロスを奪っています。関西大学高等部セカンドダウン、ダウン パス成功に変えています。ダウン変わりましてサードダウンに変わります。関西学院高等部サードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで11ヤード。関西学院サードダウン11。9番プレッシャーからボールを落としましたが、その後は左を向いて原因はしていますが、しかしわずかに攻撃権更新至っておりません。フォースダウンとなります。長さを高いのランプレー、ファーストダウンに届いております。関西学院フォースダウンに入ります。フォースダウン、ファーストダウン獲得まで残り1ヤード。関西学院フォーメーションを組んだフォースダウンキャンプ、1ヤード突破を図ります。中央ダンク攻撃権更新、キャンプ成功、ファースト関西学院高等部ファーストダウン獲得。関西学院から2学21番のファースト関西学院高等部ファーストダウン獲得、これが攻撃権更新、ファースト見事攻撃権更新を果たしたら2学21番がオンシャス、1ヤード原始ファーストダウンを獲得です。関西学院高等部敵陣28ヤードからファーストダウン、ボールオン相手陣28ヤード。パス不成功、今度は左に展開していたレシーバーへパスを投じましたが、これは関西地方見事にカバーしパス不成功になっています。ダウン代わりセカンダウンに変わります。
学院高校部セカンドダウン。皆さんのチャット欄のメッセージありがとうございます。どんどんぜひお願いしたいと思います。そのメッセージが多くの方々にこの試合をご覧いただくきっかけになります。このパスは不成功です。パス成功。失礼しました。パス成功です。コーナーバック中盤の大沢高尾から回転で95番富士これをワイルシーバー25番見事にキャッチしまして約3ヤードのゲインに変えています。パス成功。高等部サードダウン。ファーストダウン獲得まで残り7ヤード。7ヤードの状況。関西学院相手に25ヤードからサードダウン7。さあ亀井君のプレッシャーを超える。関西学院高等部ハンドルを獲得。ハンドルを受けましてドロープで、ね、中央突破。タックルを受けましたがそれを跳ね受けバランスを崩しながら前進し攻撃更新です。関西学院ファース18ヤードゲイン。素晴らしい粘りのボールを7ヤードまでボールを運んでいます。11番の大西でした。2年生関西学院高等部ボール前7ヤードから4回の攻撃。ファーストダウンゴールツーゴー。ファーストダウンツーゴー。第3クォーター終了です。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりまして関大地高0点関西学院0点双方無得点で最終クォーター第4クォーターに移ります。